あ、おちんぴですか。4個目さえいらっしゃいませってことで。はい、どうも、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王と読む新帝王です。はい。この時間、平日の昼の部ということで。スーパーファミコン版のドラゴンクエスト6の、起き上がりモンスター1024分の1の、レアモンスターのみを、はい、集めて攻略する縛りプレイは、まあ、攻略もしたんですがね、はい。飯は、はい、新帝ピーマ王ンのさ肉ん、詰め一でし応た。帝王はにい。なるんですか？超帝王にはなれませんね。はい、6個目さんもいらっしゃいませ。こんにちは。ってことで、はい。題して、ジンガの底辺がレモンスターのみでクリアする配信。まあ、クリアしたんですがね。まあ、裏段はまだですが、はい、その76。ああ、一応今日からまあね、まあちょっと裏段いけるように、とりあえず今日は暫定的に、ああ、タイトル何変えて個ない食べか。たの？爆弾はやっていきましょうと思いますね。何個？ 6 個ぐらいですよ。ってことで、一般神社肉はなかなか食えない。そんなことないでしょ。牛肉っていうのはまだしも、ね、豚肉ですからね。豚肉ぐらい全然いけるでしょうってことで、ちょっととりあえずまずは、まあ、爆弾はやりつつね、ちょっと、はぐ、ね、裏段いけるようにするために、まずちょっとはぐれメタルの、あれ、はぐれの悟りもちょっと取っていきましょうってことで。ちょっと、一応これクリアしたキャビア食べ後でたこすとあよる？ね。ありませんよ。キャビアって美味しいんですかね、でも。どういう味するね、なのか知りませんが。昼ご飯派帝王ってびっくりするほど論外だった。どういうことですか。トップバリューのラーメンですか。金なさすぎて魚野菜しか食えないって人いたな。まあそういう変わっ人もてそるれあぞりい。でしょう。違いますよ。ひずみさん、多分 TVR でしょう。TVR って打たなきゃ、ダメですよ。TBR になるから、なんか、帝王びっくりするドローンガイとか、なんか変な教育ですなが。ぜ帝王の新桃動画だけブロックされてるの？ブロックトップされてバリューのる？ラーメン。ブロックされトッてプる？バわリューかのんなラーいっメン。す。ブロックされてんですか？ちょっと待ってください。まあちょっと今は見れないっていうか、まあ後で、和子帝王にトエルに次は勘と弁さか。れてる。はい。あ、本ニ当トエだ。ルに勘弁されてるさ、すいません、こんにちは。とりあえず、まあちょっと、ブロックされるような要素って何もないと思うんですが、なんかありますかね。餃子になっちゃえ。マヒトブー。はい。人造さんもいらっしゃいます、こんにちは。食い物になって食べられる側のこ気の持動ち画をっにていはうビのクトア・エンターテインメント・インク3のコンテンツが含まれており、著マ作ジです権上か。の問題で権利所有者によりブロックされています。じゃあ、ダメなんじゃないんですか？じゃあ、もうそれは。ねえ、新桃太郎、動画全部ですか？全部の動画がブロックされてるんですか？まあ、それにもちょっとね、よるでしょうけど、ブロックされてんだったらもうじゃあ動画自体がアウトってことでしょう。ねえ、多分あの新人の桃はの、平気なのに。本当で新す桃か？内にビクター権利の音楽なんかあったあか？るんじゃないですか？だって何もしてないですもん。全部ですか？お昼飯は？はーい、どうも、25ごめんなさい、いらっしゃいませ。昼飯はピーマンの肉詰めです。どうしたの？帝王逮捕されちゃうの？わかんないっす。餃子？別に逮捕はされないでしょうけど。ねえ、餃子。マジっすか。肉ダ詰メめなんでか。すか。肉詰めです。まあ多分夕飯はね、昨日の残りの餃子でしょうけど、あれ？ここじゃなかったっビッけ？チ。ここだっけ？ここでしたっけ？はい、広告ありがとうございます。ブリトさ1700ポイント。ピーマンの肉詰めにカレー嫌ですよ、もう。
新桃だけなんでだろう。わかんないですね。帝王魚あんまくはね。はい、え？魚？いや、多分夜知らないけれど、メタルギアしかないから多分全部だね。人物詰めたの？メタルギアしかないから多分全部だね。どういうこと？なんかすごい気になるんです。ちょっと待ってください。そんな言われると気になるんですが。こっちでは特にね。ちょっと待ってください。ちょっとじゃあ。昨日の放送アップロードまだ？え？昨日の放送って何の放送？昨日の何を放送アップロードですか？新桃1個もないな。何かあったの？ちょっと待ってください。ちょっとじゃあ、ちょっと画面消しますよ。ちょっと。変なの見えたら嫌だし。昼飯書きそう。いや、昼飯は書きませんよ。違いますよ。メール今見てんですよ。その、多分ね、その、そういう、ブロックの恐れがある動画投稿したなら、多分ね、YouTube がなんかメール来るはずなんですよ。昨日のドラクエ6。ああ、著作権侵害の申し立て。新桃動画、なぜか消される。なんかダメですね、多分。ダメですね。ちょっと待ってください。わ、いっぱい来てる。何これ。著作権侵害の申し立て、新桃太郎。動画ブロックされました。ちょっと待ってください。いっぱい来てるな。なんかすごいいっぱい来るんですが、なんか。ちょ。めちゃくちゃなんか著作権侵害の申し立てのメールが。ちょっと待ってください。嬉しい？え？嬉しい。別に嬉しくはないですが。ちょっと待ってね。同じ動画で3つぐらいなんか、誰かに通報されたんですかね。そういうのが。何か。通報ってのもあれかもですね。ちょっと待ってください。こんなにいっぱい。だって同じ動画に、ね、なんかすごい。新桃だけでしょ？いや、でも、その新桃のあれに、なんかいっぱい、通知が来てますね。18、18、18、ね、なんかね。まあ、ダメだね。ダメって言うなら、あれですからね。まあ、消すしかないでしょ。新桃って旧桃もあるの？ねえ、いや、普通の桃太郎伝説もありますけど、ねえ、まあ、ブロックされたんだったらもう、しょうがないでしょ。ねえ、すごいいっぱい来てる。ねえ、今までね、前にも FF にね、あれも、新物のサントラがビクターから出てるから、多分そういうことじゃね。ねえ、多分だから、新物の BGM がアウトってことでしょ。多分僕 ね、あの、動画登録するときにちゃんとあの、ゲームの名前もね、タイトルも登録してるから、多分それで引っかかったんでしょうね。ね、ブロックされました。ね。ダメです。訴えるの？訴えませんよ。ブロックされんだったら、ね、リスナーさん、見れないんだったら、ちょっと待ってください。もうちょっと、じゃあもうちょっと動画消しましょう、もう。ね、いろいろ、うだうだ言われるのも怖いですし。しょうがない。待ってください。確かに動画のカテゴリーからあれですもんね。戦わないの？戦うわけないでしょ。ねえ。ちょっと待ってください。これどうでしょう。多分ね、僕がアップロードしたから、僕からはまあね、見れるでしょうけど。ね、はい、こんばんは、底辺の王と書いて、帝王と読む神聖、魔王です。はい。
いいね。戦ってる帝王かっこいいと思うんだけどな。ちょっと待ってください。戦いませんよ。自分の声どう思う？ね、ブサボだなと思ってますよ。言わずもがな。配信が進みませんね。ちょっとごめんなさいね。ちょっとどうなってんの。ちょっと待ってください。ちょっと法廷で争うの？争いはしませんが、ちょっと待って、ごめんなさいね。ちょっと真っ暗なままで申し訳ないです。帝王さん、おはようございます。なんでこれ移動ができるんじゃ。暗くて怖いよ。ごめんなさいね。ちょっと先にもうちょっと消しちゃいますわ。ちょっとね、何言われるかわかんないしっていうか、どっから消したいんでしょうね。動画を消す方法なんかありますかね。ブロック済みね。まあいいね、別にそこまでしてね。風のリグレットですか？ちょっと待ってください。すいません。何ですかそれ。どっから削除すりゃいいんでしょう。こっちかな。カスタマイズの方から。でもあれですね。あ、ブロックされたってことは。ちょっと、無理です。ちょっと、ね、怖いから。待ってください。じゃあもう、消しましょう。ちょっと、ちょっと待ってください。ねえ、あんまり怖いと言われてと、こっちだって、やっぱりそんなね、ゲーム配信どころじゃないですよ。ちょっと待ってくださいね。どこしよう。どれかな、削除できないかな。違うな。どうやって消すんでしょうね。消す方法がわかんないんですが。オプション、あ、削除があるか。この動画完全に削除しますか。ダメなんだこれ。やっぱ一件一件消していかなきゃですね。クリショーもらえなくなりそうで怖い。YouTuber クリショーもらえるほど、YouTuber クリショーもらえるほどね、再生数ねえ、あるわけじゃないですから。ねえ。ただね、アカウントがバンになってね、動画がね、アップロードできなくなるとかね、そういうのが来たら怖いですからね。消しますよ。ねえ、ただ普通に通知が来るならあれなんですが、ねえ、何回も何回もくどいぐらい通知が来てたから。再生100万いってないの？いくわけないでしょ。
100万どころか100も言ってませんよ。10も言ってない動画ばっかりですからね。まあ、しょうがない言うね。新モマちょっと動画ね、残せないらしいんで。配信って始めました。悲しい。配信っていつから始めました。去年の7月かな。はい。1年ちょいですね。まあ、悲しいっていうかね、編集してね、アップロードね、する。手を打ってちょうどいないと思わないからな。ね、手間の、時間のロス考えたら、ね、ちょっとね、無駄な時間返せよぐらい思いますが。新参者やん。ね、でも、新参ですかね。ね、だから、ね、でも、ね、今までも確かに 何回かあったんですよ。その、ね、竜が如くとか、あと、FF12 でしたっけ？ただ、それはあの、ね、エンディングとかにかかる、ね、あの、歌？ 2 時間半延長お願いします。歌の部分が、はい？いや、ダメです、あの、うん、今日3時からあの、ダビスタの枠、1年でコミュメンバーめちゃいますね。取りましたから、そうですか。そんなにいないでしょ。でも、ね、いるかもしれないですけど、ね、去っていった、ね、いなくなったリスナーさんも結構多いでしょうからね、そんなにリスナーさんの数自体は多くないですよ、多分。から見てる子さんです。3年前やってないですよ。子さんとか言われてもね。まだ？今ね、これ削除するのも一件ずつしないとダメらしいから、ね、ちょっと手動でっていうかね。まとめて消せりゃいいんですけどね、ちょっと。あと5件ぐらいですか、ちょっと待って。それね、やっぱうるさいんですかね、てか言ってこれね、新モモとか何年前、25年以上前ですからね。それがね、こうして今問題にされるっていうのも、どうなんでしょうね。これで全部消したかな。はい、多分これで大丈夫だと思うので、ちょっと待ってくださいね。はい。あれして、はい。これで大丈夫でしょう。画面も映りましたよね。はい。まだ？ごめんなさい。はい。メロンさんいらっしゃいませ。こんばんは。ね、ちょっとごめんなさい。はい。ちょっとすいません。65個目さん、67個目さんもいらっしゃいませ。こんにちは。はい。59個目さんもおはようございます。ごめんなさいね。ちょっと今。ね、ちょっと新モモの動画でグダってたんで、ね。はい、昨日の放送アップロード、昨日の放送アップロードしませんよ。はい。じゃあいいかな。はい。どうでしたっけ？あ、そっか。これで、ダーマ行って。罰としてこれを受けなさい。なんか罰ですか。ね、まあ残念ですね。新モモ。リスナーさんは見られないってことで。まあ生で見た人だけってことですよね。
ちょっと一時的にちょっとイヤハーリをちょっと外してますね。ちょっと育成の都合があるんで、まあサダをどうしましょうね。サダをにしましょうか。これで転職持っていこう。ハグレオ、サダオで、ドラゴンの悟りを、多分ケンジルはまだ、ケンジル25ならまだ大丈夫だと思うんでね。安田行くにはね、全部の食料ね、ランク5でしたっけ、あげなきゃいけないんで、まあ、ちょっとね、前衛の4人はもうね、ちょっとレベルが上がりきっちゃったんで、レベル低いやつだったらね、一応ね、食料の経験値が入るのはキャラごとに判定されるんで、これこうすればね、一応仲間集めしながらドラゴンとはぐれメタルの食話でもできますからね、まあそれで爆弾はやりながら、しましょうっていうことで。帝王聞いたよ、だから掘らせて、はい、おまんこ草草さんいらっしゃいませ、こんにちは。はい、嫌です。誰しようかな、ミッチでいいか、魔物使いにしないとね、仲間になりませんからね。OK、どうもこんにちは、アモンポン、キッタポンチャイです。はい、どうも、ポンチャイさんいらっしゃいませ、こんにちはです。ね、この炎が、ね、全部、最大までね、灯って、多分これがドラゴンでしょう。ドラゴンとハグルメタルが、ってことで、ここありませんでしたっけ、確か。ん？取ったっけ？いや、ありますよね。昼飯食ったのにまたなんか食べたい。僕も食べたいですけど、まあとりあえず配信があるから、で、一応今日ちょっとね、生活サイクル夜型になるかなと思ったんですが、もしかしたら昼型でいけそうなんで、ちょっと今日突発ね、突然ではありますが、3時からの来週の枠でね、何かリクエストあるかっていうかね、次のタイトル決めるアンチを飛び出す、旅したやりながら摩擦熱で円形が燃え尽きた男、そこちゃんが食いたいのは女でしょ。いや別にそこまでして食いたくは、犯罪を犯してまた食いたくないですが、入りにモンスターでいいと思いますが、僕のモンスター芝には入りませんね。はい、あまりにも高速でさ、いらっしゃいませ。はい、こんにちは。ということで、はい。広告もありがとうございます。おちんちんランド開園さん。何でした、その固定班は。一応なんか、ここら辺も一応爆弾音が出るらしいですからね。ちょっと、ここでやってみましょう。出やすさ確認しながら。デリア出ますね。ケンジロ、ああ、
ラゴンの食料が上がったから、火の息覚えたから。大丈夫でしょう。カウンター有効ですね。じゃあ、爆弾はここでやりましょうか。ということで、はい、作業に入ったんで。なんかゲームやります、はい、はい、ジョニーペイさんいらっしゃいます、こんにちは。ゲーム貼ってくれたらやれるんですが。どうします？能面とかやりたくないでしょうね。能面貼ってくれてもね、これ、嫌がらせのつもりですかね。貼られてますね。いや、だからこれ、ゲーねえよ。クソゲーだと思うんですが、これ。ねえ、禁止が終わってますよ。ねえ、これクソゲーだと思うんですが、こんなん需要あるんですかね。これ何があれね、後ろからぶつかってても。ね、これ昨日もやったんですが、何をやりたいとか、どうすればいいのかわかんないですからね。止まった。ねえ、止まった、終わった。ねえ、なんなの、これ何？プレイヤー同士で戦うみたいなゲームなんですか？前にもありましたね。てか、これ、能面になったからなんか、多分ね、でっかい能面みたいなのが、プレイヤーが操作してんでしょうね。動かし方わからんな、一向に。ね、僕もわかんないっすよ。ね、これ、クソゲーだと思うんですが、言っちゃあれですが。しかもこれ残り時間が何秒とか書いてないから何にもね、ゲームオーバーになった人はねただぼーって見てるだけですもんね。こんなんどうしろって話ですよね。左上の数字が何なんでしょうね。今2って言ったけど、これ何、もしかして何、最後の1人になるまで勝負決着つかないってこと？これプレイヤーが最後1人にならなきゃ終わらないんですかね。もしかして、ダメでしょ。これ制限時間とかで終わんないんだったらこれ延々続くってことですか。いや、こんなんほんとダメでしょ。クソゲー。クソゲーでしょ。みんなで遊ぶゲームにしたって。ねえ。これダメでしょ。ああ、これでか。やっぱ最後の一人になるまで終わんないですね。違いますよ。96個目さえしません。ねえ、それはアウトだな。2人しかやってない。わら、このゲームは封印しよう。コツ分かってきたかも。ねえ、しかも、ねえ、優勝の、ねえ、生 ID さらしですからね。ひどいっすよね。これダメでしょ、ほんと。もうちょっと払えたらもう次からごめんなさい。ねえ、楽しんでね、今人には申し訳ないけど。貼られてもやりませんよ。やっぱ能面はクソだな。ねえ、クソですよ、もう。ちょっといい加減ね、能面はね、撤退ってか、ねえ、荒廃させなきゃいけない、あれでしょ、もう。この流れは断ち切らないと。
あ、にゃんこ貼ってくれましたか。はい、じゃあ行きましょうか。西洋に拝謁いたします。あ、はい、どうもトドさんいらっしゃいませ。はい、こんにちはです。今ちょっと爆弾はやりつつね、はぐれメタルとドラゴンの熟練ダーリもバーバーねやってますから。爆弾岩はね、なんかあんまりいい狩り場が特にないんですよね。どっか爆破するんですか。爆破はしませんよ。金スラより楽？ねえ、金スラより出にくいでしょう。く、そういうのだ。金スラよりね、出にくい敵ですから、多分時間はかかるでしょうね。はい、ってことで、1位、ナルコレプシーさん2万7000ポイント。はい。名前アンカーさん、アリアスさん、ロコさん、ヒマツラホリブンさんってことで、はい。おめでとうございます。研究生、ちょっと僕今やれなかったっすね。残念。ナルクレプシーさんいるんだったらね、じゃあお絵かきもね、やってもいいかもですね、この。じゃあ、はい、お題、自由で。あ、もし、まあ、せっかくだったら、じゃあ、一応3時から、ね、昼の部の、なんか、やってほしいなってリクエストのタイトル、あったら、それ書いてくれるんでもいいんで、できれば僕の持ってるゲームからがいいですが、まあ別に持ってないゲームからでも、ね、まあここの意見が正式採用されるわけじゃないですけど、はい。アリアさんいらっしゃいませ。下級生に。まあとりあえずそれ、書いてください。もしなんかあったら。下級生にはエロゲでしょ。ファイナルファイト。バーンされますよ。ファイナルファイトこの間やりましたよ。ね、YouTube にも動画上がってますからね、ただのね普通のしがないプレイですが、もしよかったらそれ見て満足して、10回ぐらいコンテしたね、しょうもない下手くそですが、満足はしない。満足はしない。満足はしなくてもね、それで我慢してください。うわ、全然出ないなぁ。出るには出るけど、ちょっと頻度がね、てか、これ運命の亀の方がやっぱりいいんですかね。ちょっとこっちよりはあっちの方がいいのかなぁ。120。ちょっと変えてみましょうか。ちょっと検証する意味でも。お絵描きにタイトルを書けばいいんですか？いいですよ。別に、ただ採用されるかどうかわかりませんがね。まあ、あくまでね、暇つぶしの一環ということで。こんにちは。はい、どうも117個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。はい、今爆弾はやりながら、熟練度上げ、あとついでに今、昼の3時からの枠で何かリクエストあったらってことでお絵かきもやってますんで、ここでも出んのかなぁ。
ね、今日ちょっと冒頭グダグダあったとはいえね、35分で今日まだカウント6回ですか、29からね始まりましたから、こっちの方が出やすいですね。やっぱりここでよかったんだ。はい、じゃあ順番に見ていきましょう。はい。途中送信してしまった。途中送信、まあいや大丈夫ですよ。見えてますから。はい。じゃあそのトドさんの絵から見ていって、絵じゃないけど、はい。イブバーストエラーね、サタンですか。でも今 F やってるからね、スパロブ F。終わった後だったらね、いいんですけどね。まあ、ディスクの入れ替えもあれかな。はい、ナルコレフシーさんいらっしゃいませ。こんにちは。ね、初見さんいらっしゃいってことで。まあね。やってちょ。やってちょ、まあ、ね、昔やったきりですかね。懐かしむ意味で。サターンでしょ？いくらぐらいですかね。まあちょっと意見としては受け入れますよ。はい。何でもいいですよ。自由ですから。はい。ゲーオさんもいらっしゃいませ。こんばんは。はい。初見の人がなんで固定版ついてんですか。はい。次、はい。ブリオさんの、はい。ゼロでしょ。はい。問答無用で却下です。はい。残念でした。はい。ぐ？グッてどういうこと。はい。124個目さえ出しますよ。うわ、かわいそう、ぶわ。し、NG にはしませんけど、別に。意見としては採用しません。きっと。ひどいですよ。自由これで、何これ。わこ、これ。マー君さん、これな、な、何これ。大目玉、目玉なんですか、本当に。これ目玉なんですか。はい、ペロと採用しました、こんにちは。大目玉ってね、僕の知ってる大目玉と全然違うんですがね、ちょっとこれバンされそうだからやめときましょう。ね、はい。あ、吉江さん、あ、すごいすごい、かわいい、かわいいね。通報しました。あ、吉江さん、はい、こんにちは、ってことでね、スライムね。ひわい、スライムはひわいじゃないでしょう。はい、双葉で救済いたします。こんにちは、もう消しましたよ。ひわいなやつ。どこで見れるの？どこで見れるのって、なんで、今、表示されてません？表示されてないんだったら、ブラウザ更新とかで。見えるようになりません？ねえ、スライム、かわいいですね。はい、ありがとうございます。次行きましょう。はい。チンゾさん、こだわりますね。はい。ヒーロー戦記。なんでそこまでこだわるんですか？ねえ。スーファミでしょ？あるかな、まあ、ブックオフで見かけたらって。ほんと、あ、ほんとだ。白だ。白で塗ってあるというか、白のところはいいと思うんですがね、どうせだったら、ね、目ん玉のとことか、まあ、ありがとうございました。はい。こだわりますね、でも。うわぁ、これは、こだわりますね、ナルコレフシーさんも。ねちょっとこれだけの力作投稿されると、ねえ、ちょっと、ねえ、吉江さんいらっしゃいませ、こんにちは。ねえ、投手様なの？いやね、ゲームは知らないけど。いや、ちょっとこれだけね、ちょっとやっぱりね、心が揺らぎますね。そこまでのね、あれなのかなってね。ねえ。俺しか。ねえ。どうしましょう。
帝王が下調べして銀線に触れればでいいよ。下調べって言ってもね、だってゲーム買わなきゃね、ねえ、そんなもんわかんないでしょ。ねえ、動画とか見たって携帯からだと見れないのかも。ちょ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 、僕いない間にお絵描きしないで。知りませんよ。神話もできれば俺屍もできると思う。神話もできれば俺屍ね。そうなの、雰囲気が、まあ確かに、でもね、まあ雰囲気が良くてもねってこともあるでしょうかね。まあいいや、とりあえず、はい、ありがとうございました。次、はい、ふたばりきゅうさん、はい、ね、かわいいにゃんこですね。目がなんかあれになってますが、ね、っていうか、にゃーん、にゃーんはいいんですが、左下のあれはなんでしょうね。ちょっとよくわかりませんが、あの青い物体は一体何なんでしょうね。まああんまり気にしない方がいいと思うんで、コミガゾンの三角。ああ、コミガゾン、ああ、そうなんだ。ありがとうございました。そういうことか。ね、てっきりまたね、卑猥なもの書かれたかなとか。うつすぎるからやめて。まあ、まだ正式に決まったわけじゃないですし。ね、とりあえず、はい、ありがとうございます。次、はい。トラフラガールさんでいいのかな。トラフラガールはやめて。被害妄想。つまり、帝王のコミュアイコンは卑猥、ね。何言ってんですか。卑猥じゃないでしょ。ねえ。これも可愛いスライムね。しかも目のところは6になってますからね。凝ってますね。ありがとうございました。はい。次は、はい。ドラゴンクエスト6枠だと配信ゲーム放送になるの忘れてた。そうです。あー、ヨシエさんゲーム嫌なんですかね。はい、ひまつおいまさん。何でしょうね。ファミコン、ジャストなんていう、ちょっとごめんなさい。見切れちゃってるとか名前で。シミュレーションゲーム。ブリート。ジャストブリード？ブリードって育成って意味？どんなじゃん、シミュレーション？いやでも聞いたことないですね、これは。ジャストブリードなんて、いや、ね、名前聞いたことない。初耳ですね。ちょっとね、ジャストブリード、ちょっとそういうのはやめて。でもね、こんなの、結構レアなソフトじゃないんですか？お高いんじゃないんですか？ねえ、買おうにも僕じゃ買えないかもだし。まあいいや、とりあえずありがとうございます。はい。次、はい。JK とセックスし、宅内農さん、はい。バイオ全部。いいですよ、バイオは。ねえ、続編とかになったらね、グラフィックもね、どんどんね、向上して。ねえ、グロい描写がね、よりね、鮮明になるから、もう嫌ですよ。一だけやれば十分でしょう。ねえ。ねえ、まあ、リクエストですから、あれですけど。とりあえずね、まず、その前にね、一がクリアできるかどうかでしょう。はい、ってことで、次、はい。今日もさ、魔界村一択却下。はい。なんてこと、なんて書いてある。苦手なものを克服しよう。嫌ですよ。わこだまれだデブ。はい、今日もさ、いらっしゃいませ、こんにちは。昨日から機嫌悪いっすね。黒人のマラ押し付けられてる。却下早くね。早くねって言ったって、そもそももう魔界村をやったんですから。ねえ、やってクリアできないから、はい、終了ってね、リスナーさんもね、納得したんですからね、今さら、ね、うだうだ言う方がね、筋違いと思うんですよ。塊魂でも、でき、もう僕の持ってるゲームからはないんですか、その、リクエスト。てか、今これ別に本当に今受け付けてない。ねえ、でも、
でもクリアできなかったんですからね、クリアできるようになるとは限らないでしょう、はい、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ、元祖熱血工作2億ねえ、でも持ってないですからね、うん、なんか僕の持ってるゲームでのリクエストってもうないんですかね、まあいいや、はい、とりあえずありがとうございました。ねえ、今でももうすぐかな、もうすぐね、いやでも9月になってもクリショー入っても多分5000円ぐらいだから、ね、1万超えなきゃね、現金化できないですからね、ね、ちょっと今ね、もうお金がないですからね。そういえば、ロマタダさんに負けた、はい、スーファミさんと同じ11月1日に、ね、発売だって。ああ、そうか、スーファミ版の発売に合わせたんだ。ね、11月11日っていうのはね、昨日の状況、ね、聞いていたんですが、うん、でもリマスターか、どうしましょうかね、うん、ね、結構高いですかね、3500円でしたっけ、うん、それを買うお金が、うん、まあとりあえずそれ安い、うん、安い、いやいいですね、安いって言える人は、うん、僕なね、それだったらね、もうね、まあどういった通貨要素があるか次第でしょうけど、通貨ね、つまりリスナーにお金よこせということで OK？ いや別にいいですよ、お金もらったらもらったでね、言ってまたトラブルね、トラブルの種になりかねませんからね、スーパーミハンの定価1万超えだったんだぞ、いやそりゃそうですよ、でも言ってただの移植でしょ、ねえ、リマスターされてるかもしれませんが、ねえ、パーティー人数治ってるといいな、パーティー人数どういうことですか、なんか不具合、まあね、不具合でもちゃんと直してくれますかね、そういうのねえ、言ってねえ、次のリマスター版のねえ出来を見る限りねえ、そこまで完全に仕上げてきてくれるとは。ああ、それか。ねえ、だからそういうの完全に直してくれるとは思えないですが、追加要素、うん、まあ、まだわかんないですけど、でもなんかイベントはなんか多少追加されるっぽいですね。うん、なんか、ハリードと、ねえ、なんかお姫様の、なんか、ねえ、なれそめのエピソードとか、なんか、ユリアにね、なんか僕も知らなかったけどね、なんか実は、ね、妹がいるって話で、なんか、ね、そのあたりのエピソードとかも。少なくても新ダンジョンは確定って。新ダンジョンですか。まあ多分ね、2でもありましたからね、そういうエキストラダンジョンみたいな。まあ全くなしってことはないでしょ。モンハン無料体験版できるらしいからやらない。はい？モンハン、モンハン自体がね、僕アクションゲーム下手だから、申し訳ないけど、やるつもりはないです。ねえ、ましてや、カプコンでしょ、モンハンもね。カプコンのアクションゲームってだけで、もう脳内がね、ごめんなさい、もう拒絶反応を示しちゃってるから。腹違いかし、さあ知らないっす。大目玉。カプコンに恨みでもあるのそうじゃねえ、魔界村とかね、ねえ、お絵描き上映は終わったのか、ああ終わりましたよ、はい、お絵描き終わりましたが、うん、またゲームとかやろうとか思ってますけど、ゲーム嫌な人もいるんですね、カプコン拒否しないで、ねえ、僕にとってのね、カプコンで許せるタイトルって言ったら逆転裁判ですよ、視線やります、じゃあ行きますか、はい、じゃあ3、2、1、9、カプコン嫌いなの？うわ。嫌いじゃないですけど、ねえ、だから逆転裁判とかね、好きですけど、
やっぱりアクションゲームってことに関してはね、僕ね、下手ですからね、カッポにね、何度となくね、煮え湯飲まされましたからね、そういう意味ではね、ちょっとね、アクションゲームのタイトルはね、ちょっとね、ノーサンキューかなーってね、とこはありますよね。はぐれのロンリね、クバパイひどすぎー、わらわら。あら、そうですか、僕も微妙ですね。まあ、悪いとまでは言わない、今でも、もうない、ふざけんな四川省。ないと言われても、なくても探すのが四川省ですよ、微妙。帝王は山って、そんなこと言われても、これ、え、たたすかな、払いに掘らせろ、何言ってんですか、はい、みんめセブさん5400ポイント、あやはらさん、キラさん、ひまつなおよぶさん、JK とセックスしたいとさ、探してないからって言われても、はい、ありがとうございます。ちょっと待って、これどうしよう、倒してないのかな、ちょっとカウントやめとこう。ねえ、そんなに黙れ、デブデブ。ねえ、昨日から何があったんですか、チョモさん。こんにちは。ねえ、ちょっと荒れすぎでしょう。はい、どうも、キラさんいらっしゃいませ、こんにちは、です。はい。今、爆弾はやりながら、はぐれメタルとドラゴンの食料の、しょしますか、チョモさん。荒れすぎ？荒れすぎですよ。ジョモスの笑顔を奪った再現を許すな。再現どういうこと？再現で何かあったんですか？カチカチ。昨日言ったじゃん。許さんって。いや、だから、昨日そんな許さんって言われるようなこと僕なんかしましたっけ？覚えてないんですが。お船とかエロメンコで爆死したのか？どうなんでしょうね。再現って何？お船ってカンコレ？ああ、言った言った、ゆるさんってね。ねえ、何でしたっけ？なんかしましたっけ？自転車。八重選手を誰か貼ってくれたらやりますが、じゃあ、ズーパズルいきます。はい。となると、ああ、これもね、ちょっと結構、まあ、頭いい人はね、多分、ね、少ない手数でとか考えられるんでしょうけど、これも結構むずいですよね。なかなか。好きな人もいるんですかね。うわ、メガン、ちょな、メガンって食らってんじゃん。ちょっとよそ見した好きね。これダメなんですよね、多分今ね、魔物使いのミッチーが死んじゃったから、メガンって見せて倒しても、今まさにメガンってが起きたでしょう。まさかですよね。動物しか映ってないぐわ。ねえ、ゲームやるとこういうことですからね。邪魔だったら、ねえ、画面右下の設定で、ね、ゲームとギフトの表示、オフにすれば多分ゲームやってても、非表示になりますから、それで調整してください。
画面の右下の設定から多分詳細設定開くで、ね、多分いろいろできますから、確かね、ゲームしギフト市場中の非表示かな。わしには分からん、はい、アホじゃけー。名前やかさん1位ですね。はい、ナルコレプシーさん、ティダさん、あやはらさん、シトノさんってことで。すごいですね。1万5000もどうやっていくんですか。コツを教えてくださいよ。僕たった440ですよ。うん。うん、はーい、ってことで。うん、うん、じゃあ次、じゃあ計算いきます。うん、計算力よりもね、多分ボタンを押す速さと正確さがってとこでしょうね。うん、はい、ってことで、うん、ねえ、これ、うん、マウスがちょっとあれだとなかなかね、さすがにこれちょっと作業やりながらだと無理ですね。うん、ミカドちゃんは何か食ったの？ピーマンの肉詰め食いましたよ。美味そう。まあそりゃ美味しそうでしょうけど。美味しかったですけど、うん、いつもいいもん食ってんな。なんでです、そこまでいいもんでもないでしょうってね、毎回天気で落ち込みたい、特地ちょうだい。電卓うまい人あるでしょうね。はい、1位名前やかさん、2位チョモさん、はい、ナルコレプシーさん、ね、ロコさん、キラさんってことで、はい、おめでとうございます。うん、何がセレブですか。じゃあタワーでもやります。はい。しかし全然来ませんね、ロッキーも。うん、まだ言ってね、1匹目のねする予定のやつなんですが、うん、
どうだ、来るかな、来るかな、あ、来た。はい、56回目で、はい、ロッキー来ました、ありがとうございますってとこですね。帝王最低だな、はい、何言ってんですか。これでとりあえず、うん、ただ仲間にはしないですね。ロッキーのテーマ歌って、タダーターダダダーって何言ってんですかね。寂しそうに去っていったけど、まあしょうがない。とりあえず、1匹目56回で、はい、起き上がりましたね。次行きましょう。2匹目。うん。山穴、ちょっと待ってくださいね。うん。今日の一言、コピペしての。同じく2匹目、今度はまあ一時的に仲間にする、山穴っていうやつですよ。したり米虫したり帝王最低だな。何がですか、不正してないでしょ。はい、235名さんいらっしゃいます、こんにちは。64分の1だったね、やっぱり56回だったね、ほぼほぼ。ね、確率通りとね、ね、あれでいいでしょう。うん、はい、ってことで。まだね、でもこいつもね、2匹目だから60分の1だし、まだ本番じゃないですからね、うん、こいつが起き上がって、うん、ね、暫定的に仲間にしてからがようやく勝負ですからね。てか熟練度どう？ストリートメタル4、ネッサードラゴン3。ドラゴンの分かるんですかね。はい。ああ、タワー終わってた。タワーが終わったわーってことで。はい。20.4 メートルですね。ありがとうございましたと。88。ねえ。あれ、タワー張ってくれたってことはまたやりたいってことですか。もう一回リベンジしたいと。まあいいんですが。はい、じゃあ行きます。うん、うん、ね、そろそろね、タワーもね、オワコンなんじゃねえかなって気もするんですよね。こんにちは。ここに爆弾はいるんですね。はい、知らなかったです。え、そうですか。はい。あーやんさんいらっしゃいませ。こんにちは。いや、僕にとってはここが、ここしかね、うん、知らなかったんですが、うん、運命の壁でしか、うん、やっぱここが一番まだね、出やすいエリアらしいですからね、うん、まあ、とりあえず今2匹目に入ってるんで、うん、会ってても忘れてるだけかもです。帝王、お願いがある、はい、メガンテで全滅を見てみたい。さっき今全滅仕掛けたじゃないですか。これメガンテであれしたやつはね、カウント無効ですからね。こわねえ、なんでしょう、やっぱり MP 切れたらきついんですかね。仕掛けたではなく、ね、
嫌ですよ。嫌ですよって思ったらタワー持ってんじゃん。はい。終わったわってことで。はい。4.6 メートルありがとうございました。もうみんなタワーは嫌なんじゃないですか、なんか明らかにね、拒絶してる人もいるし。どうしよう。じゃあパズル星人行きましょうか。はい。じゃあよかったら。はい。こんにちは。はい、どうも、テスさんいらっしゃいませ、こんにちは。はい。今、爆弾はやってます。まあ、とりあえずね、条件満たしたら、一回裏段もね、ちょっと探索しようかなって思ってますが。あ、そうか、これあれか。まあ、ゼロ。僕も不正人と。ダイオウって誰ですか？黙らないでって言われても、あ、もうこれ罪じゃね？って思ったらなんかやってくれた、はい、タイムはアップってことで、はい、手回らないでって何ですか？はい、ということで、1位は、水星人チームですね。はい。2位金星人、3位火星人、4位僕のいる木星人ってことで、はい。それで MVP が、ナルコレプシンさん、ヒマツロイブンさん、ナンバーヤンカーさん、アイアンさんってことで、いつもの常連の方々ですね。はい。で、個人成績が、はい、1位、ナルコレプシンさん38000ポイントで、はい、おめでとうございます。以下に、ジェストさん、ヒマツロイブさん、名前やんかさん、アーヤンさんってことだよ。帝王さん、火星人ですか？コンボはどうでしょうね。ナルコレプシンさんの24コンボって、火星人ですかね。僕、新星人かもですよ。ねえ、はい、以下、名前がさん、あーやさん、ひまつらいむさん、ジェストさんってことで、はい、ありがとうございましたと。ズルズルです。昨日ほどじゃないけど、やっぱりまた、ね、なんかガリガリ言ってますね。なんかかわいそうですね。やっぱりファンがってことですかね。ファンなのかな、ハードディスクなんかな。はい、まあいいや。とりあえずじゃあ新選手いきましょう。はい、叩いてみたら、叩いたら精密機械ですからね。一応叩いたら余計壊れるでしょう。ハットの焦点経験ある？ありますよ、いくらでも。ね、昔ね、いきなり起動したらね、っていうか起動しなくなって、どこからのイオンかくらいはわかるじゃろ、笑。ああ、まあ、水ぶっかけて嫌ですよ。はい、じゃあ四選手いきましょう。はい、3219なら、あの突然の絶望感は知ってるんだね、笑。それあんまりね、体験し
痛くはないですがね。あ、来た。四川省やってたら来たじゃないですか。あ、ね、不正じゃないですよ。うん、パソコンいくらしたの？ね、後であの、いくら？内緒。うん、ね、まさかの来ましたね。うん、ね、これがね、ついてる系生主の力でしょ。うん、ね、不正じゃないですからね。あらかじめ言っておきますが、ね。ね、僕の絶え間ぬ努力を見てね、神様は感動して、多分、うん、ね、早く起き上がらせてあげようってね、手を差し伸べてくれたんでしょう。うん、ね、ありがたいことです。コ、う、ー、ん、のご利用ありがとうございます。そういうご利用はありません。生主欲などと適当なことを得てよかったですね。昨日パソコン買ったの？はい？何？え？買ってませんよ。はい。でも、ドットコムさんいらっしゃいませ。こんにちは。ね、うん、カウント4回で。ね、一応疑わしいと思うんだったらね、まあまあ、一応、ね。不正じゃないですよね。多分、ゲームオフにしてね、僕の不正ないか見てた人もいたんじゃないですか。ね、うん、四川省やってるから黙ってたけど。ね、うん、黙れだデブ。何がですか。こいつは4回目だけで24、3匹目4匹目ですね。リスナーが四川省に集中してる間に、はいはい、1位未明セブンさん、2位が僕とキナさんの予定で、あ、ごめんなさい、もう終わっちゃった、見えなかった、ごめんなさい。ランクインした方おめでとうございますってことで、はい、まあとりあえずカウント4回で、はい、2匹目ヤマーナ終わりましたね。はい、ということで、はい、ありがとうございますと、うん、いいですね、サクサクで、うん、はい、山田ちょっと預かってね。帝王矢印チートイン箱ね。何言ってんですか。ということで、じゃあ、続けていきましょう。はい。ちょっと待ってください。次、爆弾は3匹目。ここから、はい。1020分の1。ここからが本当の標的ですね。はい。ってことで、爆弾は3匹目。マックっていう名前だそうです。はい。頑張りましょう。うん、ねえ、じゃあやっていきます。はい、うん、いいですね、この流れだったら。まあさすがに1024分の1はねえ、そうそういかんでしょうけどね。はい、マックで合流、合流したいですね。私は Windows 派です。そのそっちのマックですかね。はい、ってことで、うん、1回目、あれ、ちょっと待った、ちょっと待った、これ、ちょっと待って、なんか設定おかしい。B8 になってる。ちょっと待って。B8 になってる。ちょっとごめんなさいね。ちょっと変なとこに、あれしてますから。モスもいいよな。して、ゼロにしての、で、これでカウントが、はい、1ですね。はい、すいません。ちょっと調整不具合でした。はい。じゃあやっていきます。モスはでも高いですからね。うん、あ、でもあと10分か。はい。じゃあ、ゲーム、次行きましょうか。ニャンコナビ。回転ニャンコナビ。はい。何してんのこれ。ああ、あれか。これも。ねえ、ちょっとこれも申し訳ないけど、ちょっとこれは、ちょっとね。ねえ、うまい人はうまいでしょうけど。これパズルじゃないですよね。アクションですよね、ある意味。そっとかね、理解できりゃいいんでしょうけど。ねえ。ねえ。これまたこれ詰まっちゃうじゃんってね、うん、これ無理じゃん、
これ無理だ。ちょっと無理だ。僕にはできないっていうか。申し訳ないけど、これはクリアできん。これどうしようっての。無理だ。なんだ、もうクリアしたのか。え？あ、クリアはしましたよ、昨日。はい、278コムさんいらっしゃいませ。こんにちはです。今一応、ね、爆弾は狙いつつ、裏ダンジョン行けるように熟練だりもしてますね。でもすごいですね。はい、生やかさん1位ですね。おめでとうございます。以下、てつさん、ナルコレプシーさん、ティラさん、あやはらさんってことで、はい。おめでとうございます。強いなぁ。はい、じゃあ次カラータイルいきましょうか。はい、じゃあまた勝負ということで、はい、3、2、1、ナルコレプシーの意味がやっとわかった。どういう意味なんですか、僕知らないですはい、確か睡眠障害。そうなんですかね。大丈夫ですかね。そういう小手半をつけるってことは、そういう状態に合ってる、治ったんですかね。治ってるならね、いいんですが。ダメだ。居眠り病とも言う。居眠り病ね、でも僕も気持ちわかりますよね。働いてた時ね、デスクワークの時だったね、すごい眠くなるんですよね。リトバスみんなら知ってるはず。リトルバスターズでしたっけ。はい。ではね、1位しめいさんは5万3000円、すごいですね。はい、しめさんも来たぞ。生やんかさん、てつさん、ひまつおむさん、5位が僕かな、一応。はい、ってことでありがとうございました。ダメですよね、カラータイル。僕いけて3万ぐらいですからね。どうやったら5万とかね、8万とかね、
他の配信とかだったら10万くらい。デスクワーク見つけるのか。デスクワーク。ちょっと今から牛丼食べに行ってきます。あーはい、どうも、行ってらっしゃい。ですね、牛丼美味しそう、食いたいな。あの、ノーメはダメさ、これクソゲーだから、これちょっと申し訳ない、貼ってくれてもやりませんからね、これはちょっとね、ちょっとゲームして分かってきちゃ分かってきたでしょうけど、これ多分時間制限ないからね、最後ね、二人とかになって、ね、続かなかったらっていうのがありますからね。148。じゃあパズル制限行きましょうか。四川省。四川省、誰か貼ってくれればいいんですが。じゃあ僕貼る？ちょっと待ってください。四川省、四川省、どこだ、あれ、え、あった、はい、じゃあ四川省いきますか。はい、じゃあ3、2、1、9、できなかったのでお絵かきを長いします。ねえ、時間ないですね。ちょっともう今からね、3分書いてお題を見る時間はちょっとないですね。申し訳ない。やるなら釣り枠、あの3時から一応ダビスタやりながら、はい、ミニゲームっていうかね、釣りのタイトル決めるアンチ枠もやりますんで、そこであれしてください。申し訳ない。はい、あんまりないかな。ここがあった。あれだな、鋼の剣、イリファイがうんちだった。もうちょっとな、いやダメだ、もうちょっといけてりゃ、ダメですね、ハイパがちょっと残念でしたがね。はい、ということで、名前かさん6400ポイント、はい、おめでとうございます。2位、グレさん、3位、レイドリックさん、4位、アルメイダさん、5位、テツさんでございます。ダメでしたね、今回は。はい、ってことで。そろそろ時間かな、あとやれて1ゲームかな、じゃあパズル戦線やって終わりましょうか。はい、じゃあよかったら参加してくださいってことで、今回どこだ、水星人が頑張りましょう。はい、スタート。ここからどうしましょうね。
おお、すごいすごいすごい。あ、間違いね。逃げちゃった。あー、まずい。あ、しかも時間だ。もうちょっと撤収しましょう。はい。とりあえず今日はカウント11回じゃない、じゃあぶつかったってことで。はい。1位が、はい、金星人さんですね。はい。2位、水星人さん。はい。3位が、木星人。4位、火星人さんってことで。うん、結構2位、3位、2位から4位、僅差ですね。うん、MVP がそれぞれ、鉄さん、僕、キーラーさん、グレさんってことで、はい。じゃあどうかな、個人スコアは。はい。ということで、個人成績が、はい、1位、鉄さん、2位、しめりさん、3位、僕、4位、キーラーさん、5位、ゲストさんってことですね、はい。あとコンボは、コンボ、テーツさんの25が1位ですね。はい。以下、僕、しめじさん、グレさん、キラさんってことで、はい、うん。ありがとうございましたと。うん、はい。じゃあ、時間なんで終了しましょう。うんうん、お疲れ様でした。はい、一応、1時間半ご視聴ありがとうございました。